みなさんこんばんは、みかみわです。今日はグレールのルックブックやっていきたいと思います。それでは早速1着目から。秋冬のグレールとっても可愛くって、まあ、今回は秋服がメインなんですけど、すごく可愛いものがたくさんありました。この1着目のね、ニットワンピースもめちゃくちゃ肌触りが良くて着やすくて、シルエットもとっても綺麗でした。このブーツダークブラウンなんですけど、動画だと結構濃いめのカラーに見えますね。でもすごくヒールが高くって歩きにくいのかなと思ったんですけど、あの底全体的に厚いのですごい歩きやすかったです。はい、グレールさんはね、バッグもこんな感じで使いやすいものが多くて、これも結構入りそうでした。はい、続いてはこちらです。このねブラウスすごいなんか変わっていて、初めて私はこういうねブラウス着たんですけど、ポンチョっぽくなっている、袖がすごく広がっているんですけど、すごい新しくて可愛いですよね。斉藤飛鳥ちゃんがモデルとして着ていてとっても似合っていました。私はちょっと濃いめのカラーを選んで大人っぽくエレガントに着てみました。ちょっといいお姉さん風。この腕がね、やっぱチラって見える感じが女性らしくて可愛いですよね。私の肌に合ってるのか、すごく肌の色が明るく見えます。3コーデ目はこちらのちょっとカジュアルなワンピースなんですけど、これもねなんか今流行りの感じですよね。めちゃくちゃ深いスリットが入っているので、ちょっとバランス取るために私はロングのブーツを合わせました。このブーツがすごい履きやすくて、今もヘビロテして履いております。あとこのワンピース個人的にとってもお気に入りで、すっごいスタイルアップして見えません？なんかお腹のくびれの部分も綺麗に見えるし、なんかお尻もそんなこうめちゃくちゃ張って見えるわけでもないし、すごい形が綺麗でちょいギャルな感じが可愛いですよね。袖が長めなのがすごいギャル味がすごいなんか女の子と遊ぶ時も男性と遊ぶ時もどっちにも使えそうなアイテムだなと思いました。いいお姉さん風。あとこのバッグがすごい有能で使いやすくて、いろんなコーデに合わせられそうでした。こちらがちょっとコート風のねワンピースなんだけど、すごいねしっかりとしていて、生地も可愛かったです。あの肩の部分がちょっと大きめになっているのがちょっと今っぽくて可愛いですよね。ワンコが水を飲んでいる音が聞こえるかなそう、これすごい可愛くない？おしゃみえ。
このね、絶妙な赤みがかったブラウンが秋っぽくてすごく可愛いです。私の今の髪色と合ってません？はい、続いて4コーデ目。こちらはちょっとガーリーな甘めにしました。このね、ケーブルニットのピンクがすごいね可愛くって、流行りのアームウォーマーと合わせてみました。アームウォーマー単体で売ってたんだけど、なんかカラーもすごいたくさんあって、ちょっと絶妙なね、このくすみ系のピンクが可愛いなと思って合わせました。なんかアームウォーマーちょっと男子受け悪いんじゃないのみたいな感じなんですけど、まあどうでしょうか。まあ、これちょっとね、女友達と遊びに行く時とかいいんじゃないかなと思います。デニムとかと合わせても可愛いそうですよね、このアームウォーマー。アームウォーマーじゃない、ケーブルニット。この後ろがちょっとたゆんでる感じが可愛い。次はこちらです。全体的にグレーでまとめて、なんかチュールスカートを女の子らしくじゃなく少しカジュアルめに着たいなと思って組んだコーディネートです。最近こういうざっくりしたカーディガン流行ってて、私はこういうカーディガンをトップスとして着るのが好きです。このチュールスカートね、すごいねふわふわして動くたんびにゆらゆらって感じで可愛かったです。最近グレーが好きなんだよね、ハマってる。はい、そしてこちら最後のコーディネートです。これね、一番私的になんかこうネットで見てた時にすごい可愛いなって思ってたコーデというか、このコートなんだけど、着てみたらさらに可愛くって、こんな感じ、なんか男子受けも女子受けも良さそうじゃないですか。秋冬ならではのやっぱこういうチェックカラー、大きめなチェックカラーのコートが珍しくて可愛いですよね。今回のコーデで一番のお気に入りコーデです。ぜひ真似してみてください。1週間コーディネートいかがでしたでしょうか。またね、ぜひ冬か春にやりたいなと思います。またね、バイバイ。